ちょっとあの僕バタバタしてね遅れちゃいましたけどとんでもないです、はい、遅れてましたえなんか一応なんかあの普通こういうのって5分前とか10分前とかに入るじゃないですか確かに全然現れなかったなとは思ってましたけど、はい、すいませんすいません <laughs> とんでもないですえっと<然>あれ今日でもあれ8時からでいいんですよね8時からはいえっとあの配信の予約の方が今気づいたんですけど、うん あ、こっち別の方かか、時の方か、あ、じゃああ僕じゃ違う番組見てるわ。えっと、じゃあ今始まってるのは合ってるのかすいませんあの。ウエンツさんのチャンネルの方見てました。すいません。えー、っと、じゃ大丈夫です。はい。すいません。ちょっとバタバタしてまして。すいません。ちなみにじゃああの、YouTube の生配信とかは全然やってなかったですか。今までこれが初めてです。 そへえー、なんか割と、はい、YouTuber でも結構前からやってるじゃないですかそうですね始めたのは早かったんですけどストップするのもだいぶ早かったですねいやなんかほらみんな回り続けて結構うまくいってるっていう状況もあるじゃないですか芸能人の人そうですね、あのー、うまくはいき始めてたんですけど本当に スタッフ陣の喧嘩が始まったので、そこがうまくいかなかったです。<laughs> 結局、人です。あ,あそうですかえちなみになんか聞いていいのか,かるんですけど, <laughs> ど、どんな揉め事が始まったんですかあ、はい、あのー、まあ、やっぱテレビをやってるスタッフさんだったりしたんですよ。その中で、あのー、まあ、YouTube に詳しい人もいて、テレビをやってる人もいて、で若手もいてみたいな感じの時にうん、うん、あ,あのテレビ界ではすごい偉いけど、YouTube はそんなに知らない。はいはいはい でも、うんうん、YouTube めっちゃ詳しいけどテレビ界では若くてあんまり偉くないっていう、なんかややこしい対立が起き始めたんですよ。<ほう> <laughs> まあまあ、よくよく聞く話ではあるんですけど、そこあんですね,あですねあの<ー>やっぱり YouTube はこういうふうにやったほうがいいんですよっていう若手の意見と、はい,はい、いやいや、でもテレビ界で偉い人になかなかその意見をできないっていう構図あるじゃないですか。そうですねままあまあ、まあ、でどっちが正しいって、こっちも一概に言えないじゃないですか。 は結局、僕がその間の潤滑油に全くなれなかったとっいうのが一番の問題で。<laughs> すごいですね。中間管理職みたいなことやってるんですね。いや、もう全然、僕の話なんか全然聞いてくれないんですよ。そのスタッフに喧嘩が始まったら。<あー> <laughs> あだから分かりましたじゃあここはもう一旦ステイで、もう完全にステイにしましょうっていうことでははい、はい、はい、すいません、じゃなんか、ステイのチャンネル稼働させちゃって、すいません。<laughs> いや、いやこれを機に、はい、頑張ります。はい